はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も先導を見ていただき本当にありがとうございます。はい、今回はですね、ほうれい線を消していく方法ということでお届けしていきたいと思います。はい、僕もね、ほうれい線を消す方法はね、結構動画配信してるんですけども、また違った方法でね、お届けできたらなと思います。僕がいつも言ってるんですね、あなたに合うものを選んでいただいて、あなたのオリジナルが作っていただけたらなと思うんですけども、やっぱり顔の筋肉とかですね、その体の構造っていうかですね、そういうものって人それぞれ違うじゃないですか。習慣も違いますし、なので、セルフケアもちょっとずつ違ってくると思うんですよ。なので自分でですね、あ、これ効くかもとか、これはあかんなとかですね、いろいろチョイスしていただいた方がいいかなと思うんで、僕は何本かこう動画を配信してるんですけども、よかったらね、今日もこの動画を参考にしていただけたらなと思います。でやっぱりね、ほうれい線っていうのはですね、やっぱ年齢とともにですね、こう深く入ってくるこの線、シワ、溝っていうようなもんですよね。で僕もね、ほうれい線が結構ね目立ってたんですけども、だいぶこの右のほうれい線がきつかったんですけど、ほとんどもなくなってきました。これも日々のセルフケアもそうなんですけど、やっぱり意識してね、ほうれい線ができないように、こう何ですかね、毎晩寝る前にこうセルフケアをしたりとかしてるからなんですけども、これも習慣となればですね、本当に簡単なことなんですよ。1日5分もあれば十分できるかなっていうところなんで、それをねちょっとやっていただけたらと思います。で僕がいつも使っているですね、この炭酸性体スプレー、こちらの方もですね、かなり人気がございましてですね、皆さん本当にいつも使っていただいてありがとうございます。で毎日ね、嬉しいお声であったりとかですね、嬉しいご報告をいただくんですけども、僕がもうセルフケアで、これがねないとどうですかっていう問い合わせもいただくんですけども、なくてもできるんですけども、こちらがある効果が出やすいんですよっていうことで、このねスプレーのご紹介もさせてもらってるんです。っていうのはですね、やっぱりこの顔の筋肉とか顔のこの皮膚ですよね、お肌もそうなんですけど、シミとかシワもそうなんですけど、たるんでくるっていうところはですね、やっぱり顔の全体が疲れてるんですよね。疲れてるから顔がたるんでくる、疲れてくるからシワができる、シミができるというところなんですね。で疲れるって何かということは、栄養素が届ききっていないということなんですよ。栄養素が届くとですね、やはりこのお肌もみずみずしくなったりとか、髪の毛でもそうですよね、髪の毛もこうツヤが出てくるというかですね、パサパサにならないとかいうのもあると思うんですけども、どんどんやっぱりですね、栄養を循環していかないといけないと思うんですよ。その前に疲れを取っていかないといけないんですね。疲れがあるうちにセルフケアしても効果出ないんで、そこだけちょっとねご理解いただけたらと思います。で僕もですね、顔の筋肉っていうのはですね、やっぱこう日常喋っている時もそうですし、施術している時もそうなんですけど、やっぱ顔って使うんですよね。何もしてないって、こんな無表情でこうぼーっとしててもですね、顔って生きてる限り使ってるんですよ。なのでこれを使ってください。でこれを顔に1周2週かけてください。僕はもう定番で2週から3週かけてるんですけども、こういう形で毛細血管を拡張させていくっていうことなんですね。炭酸が染み込んでいって皮膚から浸透していってですね、毛細血管を拡張していく、血液の循環が良くなるっていうことなんですよ。で血液の循環が良くなるとどういうことかというとですね、今まで疲れている筋肉であったりとか疲れているお肌がですね、栄養素が届きやすくなってくるんですよ。疲労が、体外に排泄されて栄養が吸収されやすくなってくるんですね。この循環をしてるんですけども、これがですね一番のポイントです。こうやってお話ししている間にですね、もう毛細血管がこう拡張して膨らんでいて血液の循環を良くしていってるんですけども、ここからが僕のセルフケアのポイントなんですね。まず疲れや疲労を取っていくというところなんですね。でそこからさらに栄養素ですね、この場合でしたら、プラセンタエキス、ビタミン C 誘導体、ヒアルロン酸が入っているので、さらにですね、お肌の透明感、お肌が白くなったりとかすることもありますので、ぜひね、一度使ってみてほしいなと思います。で、ここからなんですけども、ほうれい線ってこういう形で出てきて、頬がたるむっていうのが一番の原因だと思うんですよ。で、頬がたるむから、僕はですね、結構簡単にするのはこの手を、こういう形ですね、こういう形で、ぐーっと上に上げていく。これが一番の僕の定番の一つなんですけども、こう10回ですね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10ですね。はい、これ10回やってください。まずこれをやってください。ここからですね、僕のセルフケアがどんどんこう動いていくんですけども、まずこれが一番僕の中で、この2020年から2021年かけて、これが僕の中ではですね、一番ほうれい線を消すんであれば、これを一番最初にやるような感じですね。まず頬を上に上げていくっていう方法です。はい、これを10回ですね、それぞれやってください。両手でやる場合はこんな感じですね。はい、
まあ、片方ずつの方がいいかなと思いますんで、これを10回やってください。はい、よろしいでしょうか。でその次なんですけども、僕はですね、この頬が下がるからほうれい線ができるってことを考えていくと、頬をもう徹底的に上げるセルフケアですね。こんな感じですね。ちょっとこのほうれい線の線のちょっと上にですね、ぐっと上げていくような感じ。こんな感じですね。斜め後ろに引っ張るような感じ。こんな感じ。はい。これで20秒キープです。はい、いきますよ。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、OK です。よろしいでしょうか。はい、どんどんこのほうれい線がね、薄くなるために、この頬がどんどんね、従来のこの場所に戻ってくるっていうところなんです。やっぱり僕ら年齢とともにですね、頬が下がってくるんですね。下がってくるのをですね、このまま見て見ぬふりするんじゃなくて、自分でこう上げていくっていうことをですね、習慣していくと、どんどんこう上がりやすくなってきて、こう頬がたるみにくくなってきます。で、こういう形でやって、上げて、さらに次はですね、こう上に両手を包み込んで、ピタッと密着させて、斜め後ろに引っ張るような感じ。これも後ろに引っ張るような感じ。もうこれが僕の中の鉄板というか、今一番僕がほうれい線で、消したいというか、これをやります。はい、このまま20秒キープですね。グッと上に後ろにね、持ち上げるような感じですね。ここは皮膚をピーンと張るような感じ。はい、これを20秒。ではいきます。よーい、スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。はい、 OK です。よろしいでしょうか。はい、まあ、これがですね、まあ、3セットしていただくとですね、このほうれい線が薄くなってきます。薄くなってきたらやっぱりね、こう鏡見るときもね、あ、薄くなってきてるの、やったとかですね、こう喜んでですね、やっぱりこうどんどん習慣作りっていうのができると思うんですよ。で、僕のセルフケアはね、やっぱり誰にもできて、効果が確実に出て楽しくできるっていうセルフケアを僕はお届けしてるんですけども、まあ、こういったですね、一緒にこうセルフケアをするという習慣をつけて、皆さんがね、若返っていって、なりたい自分になっていただけたらと思いますんで、ぜひよかったらこの動画もね、一度試してみてください。はい、まあ、これでですね、今日は終わっていきたいと思うんですけども、よかったともいいねのボタン、チャンネル登録の方ですね、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。はい、皆さんこんにちは、アンジです。今日も全動画を最後まで見ていただき本当にありがとうございました。僕はですね、日本一失敗しないセルフケアということでお届けしているんですけども、そのポイントはですね、血液循環にあります。血液循環が良くなれば痛みが消える、血液循環が良くなればしびれも取れるってことなんですね。あとはですね、血液循環が良くなればシミ、シワ、たるみも改善するということで、お届けしているんですけども、僕もですね、こういった炭酸ミストをかけた施術をしております。そのポイントはですね、毛細血管を拡張させるということなんですね。で、その毛細血管をですね、拡張させるためにお家で使っていただいているじゃじゃん、この炭酸生体スプレーなんですけども、こちらの方がですね、たくさんの方に使っていただいて、好評いただいて本当にありがとうございます。毎日のようにですね、効果が出た、シミが消えた、シワが消えたとかですね、喜びの声を多数いただいているんですけども、まだですね、このスプレーを使われてない方は、僕の概要欄に貼っておりますアンジー久しからの直接購入、Amazon、Yahoo、あと楽天もあるんですけども、そちらの方からも購入できます。あとですね、この僕のチャンネル以外にもですね、痛みの相談室っていうものと炭酸生態チャンネルっていうのが2つありますんで、もしよかったらそちらの方もですね、チャンネル登録をお願いしたいと思います。あと僕のですね、LINE 公式アカウントがあるんですけども、そちらの方からもですね、質問や相談をですね、受けたまわってますので、よかったらそちらの方もお使いください。はい、今これからもですね、なりたい自分になっていただけるための動画配信をしていきますので、ぜひよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。